ですね、アートミーされたダウン、はい、こんにちは。今回は初戦 KO 負けを食らったが、その後リベンジしたボクサーを紹介いたします。1991年9月にプロ8戦目で世界王者となった辰吉丈一郎選手は網膜裂孔を発症し手術をしたため、初防衛戦まで1年のブランクを費やしました。ブランクのある辰吉選手に40戦以上のキャリアを誇るビクトル・ラバナレスが得意のラフファイトを敢行し猛然と襲いかかり、辰吉選手のテクニックを封じ込めて TKO で辰吉選手に初黒星を与えました。ビクトル・ラバナレス、初戦から約2年が経過し、両者は WBC 世界バンタム級暫定王座決定戦で再び拳を交えました。ラバナレスはマヤ文明の時代からメキシコのジャングル奥地に住む先住民族ラカンドン族の一人で、体が強くタフでスタミナがあり、打ち合いにめっぽう強いファイタータイプのボクサーです。序盤、辰吉選手は出入りをしながら丁寧に戦っていましたが、中盤から打ち合いになり、初戦と違って後ろに下がらず連打を放ち、屈強なラバナレスに打ち勝ちました。2002年4月に内藤大輔選手はポンサクレックの持つ WBC 世界フライ級王座に挑戦しましたが、初回34秒で敗れ去りました。ポンサクレックは18度目の防衛戦に内藤選手を迎えました。内藤選手はポンサクレックに過去2敗しておりますので、乃木トレーナーの下で猛練習してこの試合に臨みました。フィジカルとスタミナを徹底的に鍛えた内藤選手は出入りを多くし、有効打をヒットさせ、前の2試合とは違ってペースをつかみます。終盤、王者は前進を続けますが、内藤選手が右カウンターをヒットさせます。多くの人が絶対王者が勝つと思われていましたが、内藤選手優勢で試合は判定になりました。世界スーパーウェルター級王者、宇和島光一選手は、7度目の防衛戦に、オスカー・アルバラウドを迎えました。宇和島選手は、15ラウンドに3度のダウンを喫し、試合後、病院に搬送され、1ヶ月の入院が必要と診断されました。初戦は宇和島選手はかなり試合前にオーバーワークになり、疲れが残ったまま試合をした結果、
負けたと語っていました。オーバーワークになった原因は、輪島選手がプロ13戦目に初回 KO で初黒星を喫したペドロ・アデグにアルバラードは勝っていたので、輪島選手はアルバラードを難敵と思い、ついオーバーワークになってしまったようなのでした。輪島が勝ちました。輪島、世界タイトルの奪還になりました。アルバラードから奪取した王座の防衛戦に、 OPBF 東洋太平洋王者のユージェドを迎えました。ユージェドは37勝1敗1引き分けで、目下31連勝と勢いがある挑戦者です。第5ラウンド終了でありますが、おゴムが鳴ってからパンチを送りましてダウンをさせました。ダメージが深刻な輪島選手は7ラウンドにユーのパンチで倒され、 KO 負けを喫しました。ユーは初防衛戦でミサコ選手を KO し、2度目の防衛戦で再び輪島選手と戦いました。世間では32歳の輪島選手はもはや終わった存在だと見放され、挑戦そのものが無謀な行為と非難されました。しかし炎の男と呼ばれた輪島選手は復讐心に燃え、試合前日の記者会見でマスクをつけて風邪をひいている演技をし、ユーの陣営を欺いたのでした。王者ユーは輪島選手の体調が悪く失速すると思っていたのですが、逆にどんどん加速してくる輪島選手に圧倒され、肉体と精神とに疲労が蓄積し、ラウンドが進むにつれ弱っていきました。イスラエル・バスケスとラファエル・マルケスは2007年3月に初めて戦ったのですが、激闘をイスラエル・バスケスはこの試合でも打たれても打たれても反撃します。バスケスはマルケスの強打を浴び、試合中に鼻の骨が折れながら打ち合いますが、ついに棄権しました。第2戦も初回から火花の散る打ち合いを演じます。序盤ペースを握ったのは4階級制覇王者のファン・マルエル・マルケスの弟ラファエル・マルケスです。3ラウンドにバスケスは得意の接近戦に持ち込みますが、4階級制覇王者の兄よりも攻撃的なボクシングをするラファエル・マルケスは迎え撃ちます。マルケスとバスケスの試合はいつもマルケスが攻め、バスケスが反撃し、またマルケスが逆転するといったように攻守が目まぐるしく変わっていきます。バスケスはこれまでの試合でもそうでしたが、劣勢な状況でも強力なパンチで一気に形勢を逆転してしまうシーンが多いので、人気が非
非常に高いのです。その後、バスケスとマルケスの両雄は3戦目、4戦目と激闘を演じますが、バスケスは網膜剥離が再発し引退したのです。